九太郎さん、あなたの力が必要です。よくわからんが任せとけ。行くぜよマイ。行くぜよ。ああ、言ってくれた。いや、九太郎さん必要と言われたら嬉しいでしょう。セーブして、じゃあここに行こう。頼んだぜ。おせえよ、さっさと取れ。なんつう言い草せよ。九太郎さんは穴に手を伸ばし本を取った。青い本を手に入れた。やったぜ。うわ、びちゃびちゃじゃねえか。だが少しくらいは読めるはずでよ。わーこーわ。今日もシンは僕を視認すると、にっこりと笑顔を振りまき、おどけた仕草でおはようと一言。なんだこのキモい本、日記か。シンって、サラさん、背表紙に月見シン、人工知能テストデータと書いてあります。人工知能のテストデータ、まさかこれママが書いた実験日記なのか。あの、サラさん、その本カンナが調べてもいいでしょうか。え、お願いです。少しでもソウさんのことが知りたいんです。カンナはまだほとんどソウさんのことを知りません。ソウさんがなぜ命を懸けてカンナを守ってくれたのか、理由を知りたいんです。守ってくれた？おいおい、お前ら投票し合って殺し合いをしてきたんじゃねえのか？美談みたいにすんなよ。結局お前らはそうってやつを見捨てて。貴様、黙れちゃ！いいんです。カンナはここへ来て、お姉ちゃんと別れてから、どこかでずっと思ってました。死んじゃった方が楽になるんじゃないかなって。でも、ソウさんが教えてくれました。絶対に、負けちゃダメだって。信じなきゃ、道なんて生まれないから。お前ってバカなんだな。貴様、負けないじゃダメなんだよ。勝つんだろ？これ、アスナロとの勝負じゃねえの？勝負。おい、九太郎のおっさん。あんたもスポーツマンならちゃんと教えとけよ。負けないのと勝つってのは、全然違うんだよ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんはやめてください！ガキ。ひどいです！カンナ、今はまだ、これは渡せない。サラさん。悪い。謎を解くのに必要かもしれねえんだ。そうですか。だから後で、この鬼ごっこが終わったら、カンナの手で調べてほしい。フラグになるなよ。勝つために。はい。そうぜよ。まずは鬼ごっこを勝つべや。探索再開ですね、ご主人様。それはやめるぜよ。いやあ、暑いですわ。ソウ君のことについてこれ知れるのでかいね。だって全然こう素を見せてくれなかったから、最後にようやく心を開いてくれたってところで、結局どういう流れでこういう風な状況になったのかって分かってないからさ。うん。知れたらいいよね、カンナちゃんの手で。ってことで全部揃ったんで、図書室に行きます。あー、早坂ごめん。そうそう、ここに来るために謝っちゃう。ちゃんとな、早坂救い出すエンディングも見るからな。だから許してくれ。で、本を差し込んだ。黄色い本も差し込むぞ。はい、どうだ、奥が開くんじゃない。おーっと、階段か。これは、すごい音がしたけど。何これ、階段。上にママがいるかもね。サラ先輩、先に行って、私は放送で全員を呼ぶ。
よし、行こうか、サラちゃん。バカ、私の首が飛んじゃうでしょ。放送が終わるまで、ここでママが逃げないように見張ってて。了解。行くっきゃねえな、サラ。ああ、もう逃がさない。なるほど。あれかな？門の奥は、さらに先かな？ここをクリアした先にあるのかな？もしかしたら。行くか。本棚の階段が続いている。他の部屋にはママの姿はない。行こう。いたねえ。なんかすごい、あれだ、バトルドームみたいなところに来た。調べられるわけではないね。じゃあ、はい。ママ！ちょっと待てよ。ここってシリアスな場面か？ママだとまずいか？ちょっとこれからママって書いてあっても私緑って読んでいいですか？ごめんなさいね。ちょっと、シリアスになりそうな空気をちょっとビンビン感じます。すいません。直し忘れました。来てくれたんだね。どう？薄汚い鬼のなすりつけ合いは終わった？そんなのはない！私たちは、みんな仲間なんだ。そうなんだ。それはそれで最高だね。美しいよ。それより、確認なんだけど。鬼ごっこに拳銃はルール違反だよな。うん。君たちがルールを守るなら、ね。待たせたね、ママ。あ、ママって呼んじゃった。もう逃げられないです。散々逃げ回りやがって。お前だけは本当に許さないにゃん。こりゃ参ったね。いやに余裕じゃねえか。いや、本当に参ってるんだ。だってほら、鬼ごっこしようにも、僕首輪がないからさ。わ、どうするにゃん。これじゃタッチしても無意味わ。そんな。だから首輪は返した方がいいって言ったよね。どうする？返してくれたらつけてあげてもいいよ。もちろん、ここを離れてからゆっくりとね。それとも、やっぱりまた暴力のみの殺し合いをする？選んでよ、サラさん。もういい。どうしたんだ、刑事。どうもおかしいんだよね。できすぎだ。何か仕組まれてるような、違和感がある。仕組まれてる？こんな無駄な追いかけっこ、時間稼ぎにしか思えない。緑、君は待ってるんじゃないかな。おまわりさんたちの内側から、何かが起きるのを。内側からって、仲間？体内？仲間か。仲間？ダミーズが何かするってことか。いや、ダミーズじゃないんじゃないかな。あー、ダミーズのことなのかな。ダミーズの中に人間混ざってるとか？そうさ。彼らは結局、ママに送り込まれた資格。何かしらのミッションがあるんじゃないかな。ママと緑とグルってことにゃ。でもスーツメガネたちだって僕たちと同じ目に。確かにね。そういえば本当だ。なんで九太郎さんたちはいないんですか？まさか、ダミーズの狙いは。早く、筋肉ゴリラを探すにゃ。え？いや、九太郎さんは、もともと確かにアスナロの、こっち？いる？え？特には書いてない。え？ちょっと待って、どこにも行けなくない？あ、こっち？あ、行けなくない？え？ちょっと待って、どこに、ちょっと待って、助けて。ここにしか行けないけど？あ、モニター、あ、こう、なるほど、見ればいいのか。
モニターには墓地や図書室など今まで行ったことのある場所すべてが映っている。どこだ九太郎さんは。そらねちゃん。え、九太郎さんじゃない、もしかしてまいちゃん。え、どっち。え、待って、やだよ。お墓のとこ二人して上見上げてたよね。私は墓地の映るモニターを見上げた。舞ちゃん！うわ！九太郎さん！ごめんなさい、ご主人様。くそ！いつやろうか、ずっと考えてたな。なんで、こんなこと。教えてあげるね。私たち、ドミーズの本当の目的。緑が死ぬ前に、ペアを殺す。それだけが生き残る方法なの。はじめからダミーズは、この隙を伺ってたのか。最低なルールでしょ。サラ姉ちゃん、行かなきゃ。ああ、九太郎さんの元へ。間に合うかな。いや、行くしかないだろ、九太郎さん。やだ、ダメだよ、せっかくここまで。九太郎さん。私たちは全速力で走った。転びそうになりながらも、九太郎さんのいる墓地へ。背中に突き刺さった大きなナイフ。溢れ出した血が、脳裏に焼き付いている。大丈夫、九太郎さんならきっと。九太郎さん。九太郎さん！筋肉ゴリラ、どこに？大丈夫。俺は平気ぜよ。九太郎さん！今日ほど鍛えてよかったと思った日はねえぜよ。何しくじってんのよ。バカなやつ、返り討ちで殺されるなんて。殺しちゃいねえ。はあ？少し吹っ飛ばしただけだ。多分停止してるだけぜよ。何それ、殺してない、バカなんじゃない。どうして手加減すんのさ。こいつは、あんたの命を本気で。本心じゃねえからぜよ。な、お前ら全員、そうだろう。緑に命を握られて、無理やりやらされてるだけじゃねえのか。同じぜよ。俺たちも、お前さんたちも。九太郎さん。もう、やめにするぜよ。死のなすりつき合いは、ゴリゴリぜよ。協力しろ、ダミーズ。何言ってんの。俺たちは、ひな子たちに何もしねえ。だから耐えるぜよ、そっちも。バカ言わないでよ、ルール聞いてた。どっちかが死ぬしか、私たちは。言いなりの先に勝利があるのかよ。俺たちは勝つ。そうだろ、車だ。誰かが裏切っちまったら、勝利なんか見えねえじゃねえか。全員で信じなきゃ、奇跡なんか起きねえんだよ。
俺たちは、俺たちは、今ここから、本当の仲間になるぜよ。九太郎さんは、泣いている。傷の痛みじゃない。心の叫びが、部屋全体に振動する。手当て、させてくれよ、九太郎さん。だんまる、バカ、何ほだされてんの？うるせえな。この頭巾くらいしかないけど、破いて止血に使ってみる？バカばっかり。いいじゃねえか。面白えよ、こいつら。だいたい、逆らって勝てるビジョンあんのか、女子中学生ちゃん。うるさい。大丈夫、血は止まったぜよ。見た目ほど大した怪我じゃねえ。いやでも手当てはして。そうは見えないけどね。刑事、座りなよ。せめて安静にしておくんだ。舞だって動けないんだ。仲間は見捨てていけないでしょ。そうやな。もし治療道具を見つけられたらすぐに持ってきます。そんなことはいい。それより、やるべきことをやるぜよ。はい。感じる。一体感を。本当の意味での信頼を。九太郎さんが繋いでくれたんだ。私たちに、絆を。さあ、鬼ごっこもそろそろ終わる時間だ。ママを捕まえて、緑を捕まえて、どうにかするしかないね。はい。九太郎さん、ありがとな。よかった、体鍛えてくれてありがとう。えいてて。さすがにさっきの手当てだけじゃ。大丈夫ぜよ、サラ。九太郎さん、舞ちゃんを調べることはできないかな。舞さんは微動だにせず停止している。こうして見ても人間にしか見えないな。おー、ママ緑が自ら出向いてくれたね。探す必要はないよ。鬼ごっこは終わり。予備の首輪をつけたのか。堂々と来やがって。また拳銃をちらつかせる気じゃねえのか。信用ないな。あげるよ、君たちに。緑はポケットから取り出したものを刑事さんの方へ投げた。刑事さん、拳銃握れないんじゃなかった？大丈夫か？これは、刑事さん、これ実際に撃った拳銃なんじゃないのか？俺の、なぜ、あの時の、刑事さん。刑事さんは突然苦しみ出した。どうしたんですか？やってくれたな、緑。あれれ、刑事さんはどうしちゃったんだろうね。刑事さん。なぜ、お前が。あれ、嫌な記憶でも蘇っちゃった？あなたが警察を目指したきっかけね。じゃあ、町のおまわりさんが目標だったの？いえ、ただ約束したんで返したいんです、お守りを。なら渡してきなさいよ。その人がまだ警察官ならすぐ会えるわ。はい、名前は確か。その人は、無理ね。やめちゃった人よ。ごめんなさい。そう、だったんですか。お子さんができたのに、別の道に行ってしまったんですね。刑事さん。
まだ思い出すの？なあ、あいつか。ああ、誰だよ。やめちまったよ。確かにな。先輩は同僚だったんですよね。ああ、けどあいつのことは関わらない方がいい。え？ここじゃ言いづらいが、警察内部のある闇を暴こうとして、クビになったんだ。子に誇れる親になりたいって正義に燃えたばっかりに。闇って何なんですか？さあね、知ったら俺もクビかもね。じゃあ辞めさせたのは誰なんですか？めぐみさんだ。君も彼女の目には気をつけろ。警察官を続けたいのならな。頭が。刑事さん。総員に告ぐ。相手は拳銃を所持している。一般人はいない。現場での発砲を許可する。決して現場から逃がすな。もう逃げ場はない。銃を捨てろ。くそ、相手は冷静じゃない。威嚇で一発撃ちます。まずは止めないと。刑事危ない。撃ってきたぞ。威嚇で一発撃つつもりが当たっちゃったのか。え？嘘。だろ。ありえないって。だって、狙ったわけじゃん。刑事くん、大丈夫？俺は大丈夫です。でも、相手が。え？嫌だ。気づいちゃ、いけなかった。顔を見ちゃ。いけなかったんだ。そんな、俺は、不思議な話だよね。結局犯人は銃を持ってなかったんだ。目撃者がいなかったから、めぐみさんは上層部を使って隠蔽した。正当防衛として、部下の殺人を隠したかったんだ。なぜ、お前が知ってる？警察を、どこまで掌握してる？どこまでかな？銃のガセ情報を流したり、クビになった警察官を、君の悲劇のストーリーに組み込むのも、できるかもね。刑事危ない！撃ってきたぞ！あの時もいい演技してたでしょ？そうか。そうだったか。殺す。お前だけは、俺が殺す！やる気みたいだね。刑事さん。憎しみはいいね。その人の中の 100% を僕で満たせる。死
死ね、緑。遊ぼうか、最高のステージで。なんだよこれ。壊れた人形の墓場さ。緑と刑事は睨み合っている。落ち着けよ刑事、全員で連携して追い詰めるんだ。いやー、これ最終決戦だろうな。ちょっとさすがに名前がうざったくなってきたんで、次回まで名前変えておきます。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。マジで私も刑事さんだったら許せてないし、もう殺意で満たされちゃうと思うわ。だから、でも、だからといって、刑事さんに殺人をさせたいわけじゃないんだよ。意図的な殺人は、良くない。私たちで刑事さんを何とかしよう。ということで、また次回。お疲れ様でした。